か、または、かさごぼうは、朝鮮の伝統的な帽子の一種である。利子朝鮮の服飾の一つで、両半が頭にかぶる、かんぼうの一種。頭を覆う部分である、もじゃと、顔を覆うつばの部分である、ヤンテから成り立つ。かは、もじゃとヤンテの区別が難しいパンガ、型と、区別がはっきりしたペレンイ型に、大きく分けられる。パンガ、型には、サッカ、パンガなどがあり。 ペレンイ型には、ペレンイ、草傘、黒傘、主傘、白傘、玉下ぎ傘などがある。かッさゲは、かを保護する布地で、身分の規制に従って、布、シャ・毛などで区別した。かっくんは、缶につけた紐で、かっくんの形と材料だけでもって身分が分かった。カヤンては、カのつばに該当する。 丸くて平たい部分で糸筋のように細くした竹の筋を編んで作る。規線に従って貝安手の広さが違った。貝の丸い形は円形の竹枠によって作られる。19世紀には中人以上と既婚者だけが貝を被ることができた。曲げを保護する帽子だった。とても損傷しやすく、外部衝撃によりたやすく、形が傷つく。このため、 かっをかぶる人はかっか損傷しないように留意しなければならない。英祖、清祖の時のかはその時代の風俗図で見られるようにヤンテが比較的広かった。そこに琥珀やタイマイなどで作ったっくんを胸の下に長く垂らしてその重きを一層増した。純祖末期にはヤンテがもっと広くなりそれ以前の肩を覆う程度だったものから 座った人を完全に覆う程度にまで広がったが、お気乗り大院君失政以後、社会改革の一環で、肝の幅が細くなったりした。ウィキメディアコモンズには、肝に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。